ね。すごいね。すごい。茶わまさの麺大盛りと茶わまさの味玉。あれを言うんですか。どうしたの？いいの？ペンタ。え？ペンタ。うん。ああ、卵だ。ちちゃん、ちちゃん。シャーマさん、うん、ボーボーとこれかも、ね、ネギがすごいね、うんうん、シャーマさん、味玉お待たせいたしました。すごい。はい、すいません、チケット確認させていただきます。すご茶マッサ、すご茶塩、味玉ライスはどちらに？あ、こっちに。塩の方。はい、かしこまりました。こっちって言っちゃった。すいません。いえ。そうだ、私が醤油だ。すごいね。すごいね。ネギもこれ、いただけるんですね。いやー、すごい。直接でも鶏皿をお使いになられても大丈夫です。あー、はい。すごいね。ほら。ライス学園もこれね、自分でね、はい、こちらにライス、そうだね、おっきの間違いだ、50ミリ、はい、こちらどうぞ。あ、ご無沙汰して、こんにちは。券売機の鍵刺さって、マジですか？刺さってますよ、券売機の鍵取ってきてごめんなさい、ありがとうございます。たまにうっかりしちゃう。あ、本当だ、気がつかなかった。塩ラーメンと醤油ラーメンです。すご茶のまさとすご茶塩で塩に味玉、初めてです、こういうスタイルのラーメン屋さん。初めて来ました。うん、ね、味玉、めちゃくちゃうまいですよ。あ、そうですか、もうずっと来たかったんですよ。うん、常連さんですか？常連っていうことじゃないですね。なんか、うん、YouTube 見て来たいと思ってて、うん、間違いないですよ、うん、去年ですか、開店は去年、あ、新しいと、うわー、すごい、オープンは、うん、あららら、やだ、くっついちゃったよ。こっちだね、うん、何ね、見て、チャーシュー、ほら、こんなチャーシューの量食べたことないよね。酢のチャーシュー、一気にね。入らない可能性が大だな、これ。はい、はい、すいません、やけどにお気をつけてお運びください。はい、伝わり、皆様こんにちは、こんばんは。はい、チャーシュー、これすごいですね。コロコロチャーシュー、名前なんだっけ、すごすごチャーシュー麺だっけ、すごチャーシュー、醤油はすごチャーシューマサラーメンっていうんだっけかな。まあ、券売機で買いましたね、入り口の麺です。でこっちがスモチャーシュー塩ラーメンライス、あら、のっけちゃった。あ、いいや、このね、このコロコロチャーシューはこっから今のっけましたけど、こっちのこれこれ、こっちのチャーシューはライス100円でトッピングがタダなんです。キムチとかこのチャーシューとかこういうのね、はい、ネギ、ネギもあの盛り放題です、うん、これね、お皿にあっても、
もともとここにやってもいいって言ってましたね。ネギね。ネギよそって食べてみます。いやー、冬のネギはいいですね。冬っつってもね、10月下旬なんですけど、はい、どうぞネギ。はい、いただいてみます。はい、ここはね、入り口の外に券売機があって、テントがあって、で、入り口で待って、セルフサービススタイルで、それから席を決めるっていうところですよ。これは席こんなになってますね。はい、さあいただきます。細麺ですね。細麺ストレート。はい、いただきます。まず麺いただきますね。うん。はい、麺です。美味しいですか。うん、はい、美味しいですね。こっちの塩ラーメン美味しいみたいです。はい、スープね、いただきますね。マサラーメン、スゴチャーシューマサラーメンね。マサラーメンっていう方が醤油ラーメンです。はい、いただきます。うん、あ、醤油美味しいです。なんか昔ながらの醤油ラーメンって感じしますね。はい、美味しいですよ。じゃあね、このチャーシューいただきましょう。まずこの豚バラチャーシューかな、これはね。豚バラなんで取れないんだ。あのチャーシューが重ねすぎちゃって取れないんです。ボリュームがあって、おろろろろろろろ。うん、2枚ね、1枚、まず1枚ね。はい、豚バラチャーシューね、あれ2枚になっちゃう、取れないです。はい、さあチャーシューいただきます。うん、うん、食べやすいですね、このチャーシューね。柔らかくて、柔らかくて、チャーシューが薄めですね。薄いんで、なんて言うんだろう、食べやすいです。お子様でも、さっきお子様いましたね。お子様でも食べやすいチャーシューじゃないかなと思う。柔らかくて、臭みがないですね、全然。はい、今度コロコロチャーシューいってみましょう。ね、すごいですね。はい、コロコロチャーシューいただきます。はい。うん、美味しいです。はい、ネギ。ネギね。じゃあネギだけいただいてみますか。貝割れも入ってますね。ネギも盛り放題。うんね、これで1100円しました。税込み。こっちもね、塩、スモチャーシュー、塩ラーメンも1100円。ライスが100円で、上に盛り放題っていいですよね。で、ネギも取り放題。まずネギそのままいただいてみます。うん。ネギがシャキシャキして美味しい。じゃあネギをね、はい、巻いてみましょう。はい。こういう食べ方もあるんですね。ここはチャーシューが薄くて多いから、ね、これスモチャーシュー麺だから。で、ちょっとね、汁をやって、こういう状態でね、いただいてみます。いただきます。プルプル、プルプル。うん。あ、うん、これも美味しいわ。うん。はい、チャーシューが何枚もあるんだね。あ、つながってる。こういう食べ方もできますね。はい、麺のチャーシュー巻き、あれ曲げない、こういう風にね、チャーシューで麺をくるむ。はい、いただきます。うん、美味しい、最強です、これは。うん、麺をチャーシューでくるんで美味しいです。ダブルの最強コンビです。はい、塩ラーメン美味しいですか。じゃあね、スープをいただいてみますね。塩ラーメン、はい、塩ラーメンのスープね、うん、いい感じに匂っててね、美味しそうですね。いただきます。
優しい味ですね。うん、優しい味。はい、はい、まだね、ネギが余ってます。私ネギ好きなんですけど、かなり多く入れたんですけど、それでも余ってますね。はい、また後で継ぎ足して食べようと思います。はい、いただきます。はい、はい、店長さんです。店長さんはね、足だけね、顔は見せないです。皆さん、ぜひお越しいただいてみて、そうそうそう、実際見に来てください。はい、営業時間は11時から14時。あ、夜はやってないんですか？あ、夜はやってないんですね。はい、じゃあ昼間みんな一生懸命来るしかないですね。土曜日ね。ただいまスタッフ募集中でございます。あ、そうなんですか。ちょっとスタッフ足りなくて、うん、平日休みができちゃうことがこれから出てくる。あ、そうなんですか。手が足りなくて平日休みが出てくる場合があるって言ってました。土曜日来てください、ね、定休日曜日。はい、これ入り口と、ね、出口分かれてますね。入り口がこんな感じなんです、ね、ここで、ね、なんだっけ、食券ね、食券ここで買って、はい、ご紹介しますね。見えるかな。チャーシューマサラーメン、チャーシュー塩ラーメン、チャーシューつけ麺、ライス、ね、一番人気チャーシュー麺、基本の麺、マサラーメン、塩ラーメン、つけ麺、麺大盛りね、味玉海苔メンマ増し、特製マサラーメン、特製塩ラーメン、特製つけ麺、味玉100円。はい、肉いっぱい、1日15食限定でしたね。すごいチャーシューマサラーメン、これ食べましたね。このマサラーメンっていうのが醤油ラーメン、すごいチャーシュー塩ラーメン、これが相方食べましたね。はい、すごいチャーシューつけ麺1200円、生卵50円、数量限定辛ラーメンだって、辛んだね、背脂ラーメン850円、海苔100円ね、辛肉だって、背脂限定トッピングメンマ100円ね、こういう食券ね、限定トッピング。はーい、マサラーメンねの並び方、1食券を購入、2食券を店員に渡す、3お盆お箸レンゲを準備ね、自分でセルフサービスです、これはね。1,2,3,4,5、ネギを準備、購入者のみ、4,5、お盆を選んで食事ね、こんな感じね、メニューね、つけ麺トッピングもありますからね。この待ってる間にね、これ選べるんで、ご来店ありがとうございます。マサラーメン5つのポイント、セルフサービス、ネギ盛り放題、ライスがお得、100円です。ライス、券売機、晴れが外、雨が中、あ、雨は中なんだね、雨の時さすがにそうだね。5、つけ麺少々お時間いただきます、すいません、営業時間11時から14時、さっき言いましたね、日曜定休、夜はやってませんね。ライス1人1つね、これいいですよね。ライス100円で、このふりかけ漬物、キムチ、刻み大根、チャーシューのタレね、チャーシューもね、切ったやつとか上に乗っけられるんですよ、100円で。いいんですね。はい、入り口ね、入り口入ってこう、ここが持ってくれるんです。ほんで自分で持ってって席に作ってる。こっち入り口ね、こっち出口、ここから出てきましたね。はーい、マサラーメン目の前はね、駐車場1台かな、営業中。ここね、この線は何線なのかな、よくわかんないんだわググってきてくださいナビで。はい、こんな感じです。外観、ラーメン、つけ麺、僕イケメン、あー古いなー、マサラーメンね。駐車場はね、あっちにも駐車場あんだよね、いっぱいね、 1,2,3,4,5 10台以上入りますね。こっち店の横ね、砂利の駐車場です。はい、お腹いっぱいです今日はね、
なんとなく入らない感じがしたので、ここのジュースもね、黄緑なんだね。マサラーメンさんは黄緑がポイントかな。